どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンを描いております。今日はですね、この帝国ホテルで開催する、AK5 新月の左利きのエレンの展覧会に来てるんですの、設営に来てるんですけど、こっちが帝国ホテルプラザっていうギャラリーがある方で、でこっちがホテルの本館なんで、帝国ホテルのプラザの方なんですよね。ちょっとごめんなさい、僕がね、多分帝国ホテルって言ってたんで、建物間違えちゃう人がいるかもしれないんですけど、まあ、隣のつながってるビルなんで、プラザの方ですね。ギャラリーがあるのは帝国ホテルプラザの方です。で、はい、今から行くんですが、今日ね、マネージャーが来れなくて、僕一人で来てるんで、自撮りで一人で喋ってるっていう、ちょっと変なやつになってるんで、ちょっと早めに行きたいと思います。どんな感じで展示してるかっていうのをちょっとちらっとお見せできたらなと思って、回すのでよろしくお願いします。ここです、帝国ホテルプラザ。立派な建物になっております。ちょっとわかんないと思うけど、あ、これですね、エンペリアルホテル、帝国ホテル、はい、そのまんまですね。うおー、もうパネルが、ほぼ等身大エレンが出迎えてくれます。かっちょいい、かっちょいいって自分で言っちゃったけど、ちょっとじゃあ中もちらっと見せてもらいます。まだちょっと設営中なんでね、すごい、もう設営中、あ、呪術廻戦、はい、こんな感じで、おー、ここはね、もうすでに公開してる部分なんで、まあ映しちゃいますけど、まあこんな感じでざーっとこうやって、でこの辺に今グッズが着々と、出揃ってますけども、グッズってね、この初めてなんでめっちゃ興奮しますよね。この粗品とか、粗品ね、中身目黒広告社のボールペンなんですけど、こういう気の利いたアイテムがあります。わー、ポストカード、あ、すいませんすいません、お邪魔しちゃいます、はい、こんな感じでポストカードはこんなにたくさん刷って、誰が買ってくれるのか、みんな買ってください。そしたらお土産にどうぞ。はい、スケッチブック、これちょっと触ってもいいですか。もちろんです。すいません。うわー、このね、このちょうどいいサイズですよね。このサイズ、まあ仕事でも使っていただけるかなっていう感じで、はい、まあ使わなくても買ってください。こういう目黒広告社の社員証ですね。このプロ顔写真も自分のも入れられるしっていう、ちょっとグッズはグッズで後で紹介しようかな。こういう、まあ、展覧会によくあるこういうね、目黒広告社が今回スポンサーという体で、やっております。大和カラーのステンレスボトルも届いてます。うわ、出た、でっかパネル、嬉しい、でかいなっていうかね、もう本当にもう設営ナウなんで、あんまり映すもんがないんですけど、まあこうやって現物も実際ね、こうやって手に取って来ていただいて、ね、試着もできるよという展覧会なので、ぜひ来てください。で、写真も OK なんで、写真バシバシ撮ってシェアしてもらえると嬉しいです。ほんでこれがAK5 のオリジナルハンガーです。今回特別に作ってもらったやつ、結構高級感とかこだわって選んだんで、その最初先着100名ってしたんですけど、結構数増やしたんで、まあ一応多分買ったら全員手に入るんじゃないかなぐらいの数は作ってます。なのでこれもお楽しみに。はい、てな感じで、展覧会お邪魔してました。まあ設営中なんで、ちょっとあんまりそんなに見せるものがなかったという誤算がちょっとありましたけども、まあついにもうこの動画出る頃にはもう
オープンということで、結構展覧会期間も長いのでよかったら遊びに来てください。それでは、新月絶賛発売中でございますので、よかったら試着してみてください。そんな感じですいません、多分超短い動画だと思うんですけど、さようなら、ありがとうございます。全然エレンと関係ないんですけど、この僕があの代理店時代のお世話になった、超すごいイラストレーターさんの絵がちょうど使われてます。すごい超かっこいい、なんか常設なのか期間限定なのか分かんないけど、来た際はぜひご覧になってください。多分他にもなんかいろいろこういうのかっこいい、ぜひお越しの際は絵見てください。素敵です。